今日はエグ席で見てます。エグ席です。ちょっとはい、エグ席です。1列目の一番前に一塁ベースがカメラマンさんがいて、ここに私が応援していただいてる大山選手が来るという感じです。はい、それで興奮したよね。でも今日は東京帰りなので、はい、一切グッズを持ってきてません。一切、はい、いつも絶対に着てる大山さんのユニフォームも何も持ってきてない。あららら、こんな日に限って。はい、なのでシークレットタオルを買いました。どういうことなの。せめてものタオルを買おうと思って貢献しないとね、応援に。今回のシークレット、なんと門別投手もね、私の推しメン入ってるって。アニメと漫画風タオルみたいな、うんうんうん、せーの。ちょっと待って、ちょっと待って、台が見えた。ええ、描きアーチって書いてるよ。え、ちょっと待って、忘れた代わりに勝ったら大山選手が立ちます。これが愛なのか。おお、 NMB42 ケイトのまね。テンション上がりじゃん。やばいやばい。私の狙いは門別投手で違いました。ダンダダン。ジンさんです。ジンさんですじゃない。そうだね、言われている坂本選手、目元とかがすっごい似てるの。メイクしてるから嬉しい。これで今日は応援しましょう。まあ、キャッチャーどっちなのか分かんないです。あ、でも大竹投手だから、あ、これ広げれる。ちょっといけるいけるいける。あ、いける。できないです。こんなの全力応援、全力応援で交流戦1勝目、応援してます。交流戦限定のお弁当を買いました。アイブラック兄弟肉盛り祭りです。じゃあ肉盛り祭り一応はい、白ご飯のところめっちゃ可愛い、可愛い。アイブラック兄弟、私は安定の辛マヨ丼です。これは美味しいですから、1ヶ月に1回は絶対食べたいんですけど、すごいね。それぐらい美味しいです。皆さんもぜひ甲子園に来たら、いろんなグルメありますので食べてみてください。交流戦ならでは。わー、最高っすか。これやばい、これやばい。
楽しかった。でもチャンスがいっぱい。ありがとうございました。
楽しかったね。楽しかったです。こんないい席で見せてもらえて、まあ、でもすっごいチャンスの場面多かったね。多かった、楽しかったね。悔しいけどお疲れ様でした。お疲れ様です。交流戦楽しい。ありがとうございます。次は明日は勝って